で何か一つを、はい、ということで始まった。あ、農家住宅だった僕と仲間が作った、あ、いい農家ですねこれね。このグリーンツーリズムではね、そういうのを作ってみたいなというふうには思ってます。本日は農村協同館コミュニティトクジラの竹原さんを取材したいと思います。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。コミュニティトクジラというのはどういう団体なんでしょうか。平成27年かな、はい、に、事業を開始すると。で、なんでこんなこと始まったかっていうことになると、この建物、立派な建物が空いちゃったんですね。空き家になっちゃった、はいはい、で、これもったいないと、なんか地域で使えないか、野菜とか果物とか作って売る、そうすると人が集まってくれる、そういうふうにすることによって知ってもらう、東の日光街道の宿のトクジラってあるんだよっていうのを理解してもらって、はい、そこで何か一つを、はい、ということで始まった。農家住宅だった、ちょっと大きい農家住宅だったっていうところが、はい、そうすると、この売りなんかもしれないよね。そういうところを、結果的には、はい、みんなで地域の南下に拠点にしようっていうふうなことで始まったよっていうのは、なるほど。まあ、こういうところ作りがあれですもんね。そうちょっと豪華すぎますよね。豪華、めちゃめちゃ豪華すぎるよね、うん、僕と仲間が作った。最初は、話としては、はい、上座屋の社長とそういうのやるんだけど、はい、どうかな、どうかな、はい、やれる、で空いてる時使ってくれるっていう話で、こういうのやりたいんだよって時に、近くの、まあ、いとこなんで、いとこに話をしてみたり、はい、近くにいちご屋さんをやってたり、はい、でまたは床井ゆず屋さんがいたから、はい、そういうところと話してるうちに、じゃあいいよ協力するよっていう話で、それが集まった。だからみんなが持ってるものをただ集めただけなんだもんね、うん、そんな難しい話ではないんだよ。みんな得意なジャンルがある、はい、その得意なジャンルをつないでやれば、はい、それでそうなっちゃう、うん、でたまたま河内行ったら、はい、河内でこういうのがあるよって言ってくれたんで、あ、ちょっと作ってみようかと思ってレモンにした。もともとだから成り行きでこれを作ろうと思ったんじゃなくて、はい、どうこういうのだけでも作ってみないって言われたんで、はい、じゃあとりあえず何本か作ろうかってんで、とりあえず10本だけ入れた。なるほど。私の方のせがれが、メアレモンっていう商標を取ってロゴをつけて、はい、あれした時、その時にやっぱりこれからやっぱり売り出す時にそういうものがないとっていう話になって、まあ、取らせたんですけど、これがいいのかですね、これね、この大きい。すごい大きくないですか。そうですね、これね、大きいとこれだって 350g ぐらい。 350g、 だいたい普通のレモンって 100g 前後かな、はい、3倍、はい、でこれね、大きいのでね、600g、これがリズムですね。あ、形がちょっと細長くて、はい、小ぶりね、普通のサイズってやつですかね。これでもちょっと大きいですけどね、はいはい、数がなってない分だけやっぱり実、はい、がしっかり出てるんでしょうね。によって若干違いますけど、いつもはだいたい12月には取り入れてる、完熟のがだいたい12月、で1月まで置くと水分が少しずつ抜け始める、だから結果的に一番いいのはやっぱり12月黄色くなった頃が一番いいのかな、はい、これがね、麻酔ドーフィン、麻酔ドーフィン、はい、こういう大きいやつなんですけど、大きいですね、うん、あ、これ取っちゃっていいんですか。食べてみますか。え、いいんですか。いや、自分食べてみて、で、ここのところが白いでから、なるべく外すと、ここ食べる、柔らかければ、美味しい、ちょっと柔らかければ明日の朝ちょうどいい、だから朝取ったものをその時に出しちゃう、みずみずしいです。そうやっぱり一緒にやってくれる仲間を増やすこと、はい、それと先ほどちょっと言ったように2級さんを中心にしたいろんな事業をやってる方とつないでいく、うん、それで今度はもっと来てもらった人が楽しくできるような、そういうふうなツーリズム的なものを、グリーンツーリズムではね、そういうのを作ってみたいなというふうには思ってます。2級さん、国道293号線の
一本に大谷から上川内まで市の芋を入れてみんないろんな活動をしてますんで、その活動を皆さんが来ていただいた方に味わっていただく、で連携を取って皆さんをお迎えしたいというふうに思ってますんで、いろんなイベントは、やっていきたいというふうに思いますんで、皆さんぜひ、コミュニティとクジラを覚えていただいて参加していただければなというふうに思います。よろしくお願いします。